美ちゃん。雪男と戦うらしいんだ。すっげえ迫力らしいぜ。全然怖くないよ。食べちゃうぞ。もう食べられないよ。早く滑ろうぜ。早くゲレンデへ行きたい。私のローズバット家ようこそ。待ってたわよ。どう、私の父が経営しているロッジ。あーすげえすげえ。腹減ったよ。ちょっと待ちなさいよ。私の説明はまだ終わっていないのよ。自慢でしょ。自慢とは何よ。このロッジを設計するにあたって私のセンスがどのように生かされているか、それだから自慢でしょ。なるほどね。祭りのクライマックスが問題だな。あれ、この精霊の小道って一体何だ。パンフレットには何も書いてないな。まあいいか、これではっきりしてきたわけだ。リカちゃん、やっぱり雪男はいるんだ。もうすぐ見つけられるよ。まあよかったわね。今夜こそバッチリ証拠をつかんでやる。燃えるな。やるぞ、未来は明るい。で、だんだん険悪になってきたみたいだぜ。まだやってんの。どうせドアがどうの、柱がどうのって言ってんじゃないの。だから分かったって言ってるじゃない。ちょっと、そこの柱のデザイン見てないわよ。はいはい、見ましたよ。見てないじゃない。ちゃんと見て。うわぁ、トモミ助けて。どうする、どうしようもないだろう。待ちなさいよ。待たない。私の本音をちゃんと聞きなさいよ。もうしつこいわね。うわぁ、雪男だ。すげえな。怖え。本当、ロビーを見ないではないわ。このロビー、いい加減にしてよ。ラダシルとネリコ。どうもすいません。おけがありませんでしたか。すいません、ガサツな連中でして。あ、いえ、気になさらないでください。とんでもない、とっても気になりますよ。本当に大丈夫ですから。後遺症が出たら大変だ。住所と名前と電話番号と3サイズを。いえ、本当に大丈夫ですから。しかし、それではこの山岸の気が収まりません。エマ・ウィンストン様、お電話が入っております。エマ・ウィンストン様、お電話が入っております。失礼します。あ、電話なんて変だわ。なんだ、岩が祀ってある。何かの印でしょう。うん、もしかしたら雪男はここに出てくるのかもしれない。あ、もう少し近づいてみよう。ああ、足元気をつけてね、リカちゃん。かわいい。でしょ、でしょ、でしょ。何しろインテリアはこの私が選んだんですからね。このベッドカバーを見て。このベッドカバーはわざわざフランスから取り寄せました。
こへ行っても自慢することがあんのね。まったく羨ましいよ。見た、ローズバットインだ。そっち行ったってろくなことないわよ。どうして？雪男が出るんだから。へえ、面白そうじゃん。自慢するものがないんだ、きっと。本当に雪男がいるかもしれないじゃない。どうだか。嘘じゃないわ、本当にいるんだから。本当にいるんだから。へえ、すごいわね。信じてないんでしょ。信じてますよ。信じてないんだ。でも本当にいたら面白いな。本当なんだから。よし、じゃあ俺たちで捕まえようぜ。それより麓のお祭りに行きましょうよ。ガーン、何にもなくなっちゃった。そうか、なるほどね。しんちゃん、何がなるほどねなの？雪男だよ。雪男？そう、雪男のやつが持って行ったんだ、僕たちの荷物を。僕が手がかりをつかんだもんで邪魔をしてるんだよ、きっと。えーい、柳氏、てめえ数学上がってんだろ。あ、野田、てめえ国語どうだったっけ？おい、行ってみろ、てめえ。こうだ、キキキ、やったな、力いっぱい投げたるわい、くん、くん野郎。へへへ、やらい、開けて、開けて。ごめんなさい。あ、落ちましたよ。あ、ありがとう。おい、野田、どうした？なんでもない。おばあちゃん。ああ、ジョーちゃん、よく来なさった。すいません。ああ、はい。すいません、ロッジへ行くにはこの道でいいのでしょうか？ああ、いや、違いますよ。変だな、確かこっちだと。どこかで道を間違えたんじゃないですか？逆方向ですよ。戻ってみるか。はい。どうも、ご親切に。いえいえ、どういたしまして。近くじゃありませんか。やっぱり日本の文化や風習に興味があって。ええ、特に神話や伝説とか面白いですね。へえ。あ、じゃあこの辺りの雪男伝説って知ってます？そのことをお聞きしようと思って。昨日も伝説のことを尋ねてきた人がおったよ。え、どんな人でしたか？ああ、確か学校の先生とか言っとったな。そうですか。ちょっとやそっとじゃ収まりそうもないな。どしるとねりこ、ゆぐらどしるとねりこ。
する必要はねえ。入りたけりゃ入ってくる。早いところ済まして一杯やろうぜ。ああ知るとねりこ。行くぞ。何か抑えるものを。おう、頑張れよ。よし。みかげちゃん、それでどうするの？あれ？こっち手伝ってよ。うん。危ない。ユグラドシルトネリコ。ミカゲ、タマミ、外から釘付けしないとダメだ。野田を呼んできてくれない？うん。エヴァさん、釘とトンカチ探して。はい、野田。リカちゃん、あと少しの辛抱だよ。昨日のおばあさんの血が見えたからね。さん、どうしたの？ねえ、何があったの？野田、山岸くんが呼んでる。ああ、大丈夫？どうしたの？わかんないのよ。泣いてないで、わけを言いなよ。薪が必要なんだ。燃やすものがいるんだよ。おばあちゃん、どうしたの？火を焚かなくちゃいけないんだ。おばあちゃん、たまみ、ほら。ほら、トンカチ。ああ、クギメッケ。よし、行こうぜ。よし。大丈夫？どうしちゃったんだろう。なんか怯えてるみたい。今なんかいなかった？なんか人みたいだった。あら、どうしたの？薪がなくなっちゃったから取りに来たの。
薪だったらそこにあるわ。よし、こんなもんだろ。されたのか。された。突き飛ばされた。そうか。見かけは？野田に心配されても嬉しくないわ。何？見かけちゃん、どっか痛いところある。あんたもいいの。はい、あ、エマさんは？ヘネツレに追われてるの。あ、よせ。お前らロビーへ行ってろ。じっとしてなさいよ。だって心配なんだもん。ともみがうろうろしてたってどうにもならないじゃないの。そりゃそうだけどさ、気のくせに図体ばかりでかくなりやがって。だけどさ、よくこんなところから出てったよな。なだれ警報発令。素敵なことってなだれなの？